はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日の一言。今日ワード。ということで、はい、今回の今日ワードはですね、はい、ミツバチの寿命というテーマでお届けします。はい、まあ、身近、まあ、ミツバチってね、まあ、結構我々身近な、ね、昆虫なわけですけれども、はい、その彼らの、その寿命っていうのを調べてみると、なかなか興味深い。ということですね、今回のキーワードはミツバチの寿命ということをお届けするんですが、はいはい、まあ、大体巣穴にね、どれぐらい住んではんねやろう、っていうと、大体一つの巣穴、まあ、大きいちっちゃいあるらしいんですけど、5から6万匹ぐらいミツバチは住んでいると。ぎゅうぎゅうですね。ぎゅうぎゅう、すごいですね。でもその中で、この女王様にあたる女王蜂は1匹しかいてない。で、うん、その他の9割はメス。そうなんや。で、1割がオス。はい、で、はい、働き蜂はみんなメス。はい、ほう。だから、5から6万匹のうちの働く人が9割。働かない人が1割みたいな感じで、これもなかなかね、うん、ちょっと面白いんですけど、うん、で、その寿命はじゃあどうかっていうと、うんうん、女王蜂は、はい、まあ、品種にもよるみたいなんですが、蜜蜂はだいたい2年から3年生きる。で、産卵期は毎日1000個ぐらい女王蜂で卵を産むんですって。すごい。それは、一つの巣穴に5、6万匹ぐらいになりうよねって感じなんですね。で、メスの働き蜂は寿命が30から180ってめっちゃ幅がある。ですよ。6倍。で、オスは、まあ大体60日なんですけど、この幅ってすごないですか？すごい。30日から180日。何の歳？で、これ何かっていうと、はい、めっちゃ働くときは30日で死んじゃう。そういうこと。で、働かない、はい、冬の、はい、あんまり動けへん時期は、180日ぐらい生きられる。はい、だから、本来的には180日ぐらい生きるパフォーマンスはあるんやけど、でも、30日の間に働けるときにめっちゃ働いて、うん、蜜集めて、外飛び回って、休む間もなくバーッと働くから、すぐ亡くなる。で、その彼らが働いたやつ、働いてくれたやつを使って冬を越えるので、この、めっちゃ動く働き蜂は、冬の働き蜂たちを、の巣穴とかその生態系を維持するために、めっちゃ働いて、自分たちは30日という寿命で、亡くなっていくという。なんかちょっと複雑。やら、うん、もう、なんていうのかな。その、種族の生存。うん、だ個体の生存とかじゃなくて、うん、種族の生存に、ある意味全振りしてる。感じですよね。うん、というのもね、うん、これもすごいねんけど、うん、もう一個その、さっきのここに戻ると、はい、メスの働き蜂が、うん9割なん、うん、これだって普通の僕ら人間からするとだいたい半々のね、うん、割合で生まれてくるだけど、うん、なんとですねこの働き蜂じゃない女王蜂って男女の産み分けができる、すごい。だからもう9割ぐらい働き蜂を産むようにできているで、その9割の働き蜂たちが夏とかね、春とか、暖かい時期にガーって頑張って、うん、で、冬を越える。だから、もう、その、女王蜂とかも含めて、蜂の世界って、個体の生存じゃなくて、種族の生存に全振り。だから個体の生きがいとか、まあ、蜂にあれ生きがいってあるかも、どうかわかりませんけれども、そういうものはもう、まあ、価値観として存在してないわけですよね。だから、もう、生まれる時から産み分けられて、もう、女性の働き蜂
が9割になって、でその彼らは寿命をもうめっちゃ使ってすり減るように働いて、寿命も30日からその6倍の180日まであるというような世界、蜂の世界ってこうなんですね。で、そう考えるとなんかこのね、こう人の生きがいとか個人の生きがいとかいうの僕ら大事にしたいと思うんだけど、そうじゃない世界もこの世界ではなんていうかな、許されている。だから何のために生きるのかって、すごい個体のために生きるっていうのと、もう種族のために生きるとか、個体を大事にする、個体をある意味こうないものにするっていうののすごい幅が広い。だからどっちも悪くない、どっちもちゃんとなんていうの、この世界ではあるべき、あり得る姿として存在してるみたいなことを考えると、なんかね、なんかその個人の生きがいを求めてとか、自分はなんか何もしてないわとか、その僕らどうしても自分っていうのを考えるんだけど、そうじゃない世界も立派に存在しているということになると、すごいね、なんかそう考えると本当に自分のね生きがいとか自分の存在価値とか悩むかもしれないんだけど、そうじゃない世界っていうのもやっぱりめっちゃある。でそれが間違ってるわけでもないって考えると、ちょっとね、そういうなんかご自分のこう存在価値とか、ご自分がどんなものを成し遂げたかとか、いてもいいんだろうかとか、意味とかね、いろいろ考えるときに、ちょっと、あ、ミツバチの世界もあるわって思うと、ちょっとなんか、あ、そっちもあるよねっていうと、なんかちょっとだけそのギューってなってるのが緩むというか、それはそれで間違っていないということでですね、まあ種族のために30日で死んでいくのもありやし、もう自分がね9割の働き蜂として生きるのもありやし、ね、自分のために生きていくっていうのもありやし、だからもう実はこの世界っていうのは本当に幅が広いんだなということをですね、ちょっと改めて考えさせられるなという点でですね、今回の今日ワードはですね、ミツバチの寿命ということでお届けしてまいりました。どうですか。いや、なんかちょっとだけ感動しててそうです。なんかあのミツバチが、その9割メスっていうことをもう知らなかったんですけど、なんかその寿命に関して、その種族のためだけの寿命を全うするっていうのが、ね、ちょっと感動というか、でもそういう世界もあるよねってうん、いうのが知れたっていうのはちょっと感動ですね。だからこの世界にはいろんな生き方なり、いろんな生き方の価値観っていうのは本当に定められてないんちゃうかなと思って、ですよね。ああ、でね、そういうことをちょっとね、思わされる、はい、テーマでございました。ということでですね、今回もご覧いただきましてありがとうございます。またよろしければご覧になってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。最後まで見ていただけると嬉しいですね。嬉しいですね。チャンネル登録もお待ちしております。はい、もしこの動画お役に立つようでしたら、高評価でお知らせいただきますと我々の励みに、はい、なります。お待ちしております。ありがとうございました。